と 10秒ぐらいで、はい、あと10秒で始まります。はい、わかりました。はい、ということで、時刻はですね、11時30分、土曜日の11時30分を回りました。皆さんこんにちは、もうおはようございますですかね。今日から新番組始まるということで、最初私がね、ちょっとエスコートしながらやっていきたいと思います。じゃあ自己紹介お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、痛み解放院グランツの石川と申します。私は去年の11月暮れから訪問をメインとした施術を施しているっていう感じで活動をさせていただいております。はい、はい、石川さん、この番組のタイトルは、タイトルはそのまま痛み解放院グランツということでできればと思います。はい、はい、早速コメントも来ております。はい、南の島のフリムンさん、こんにちは、ということで、はい、ありがとうございます。嬉しいです。石川さん、早速ですが、はい、ライフサポーターはいというのはどういった、そうですね、セラピストなんですけども、はい、いろんな意味で私は看護師を10年やっておりましたので、はい、いろんな生活習慣に密着した困ったこととか、うん、お薬の知識ですとか、ちょっとしたワンポイントアドバイスみたいな、生活を見直していけるような、はい、サポートができればと思いまして、ライフサポーターと名乗っております。お、はい、だからただ痛みを取り除くだけではなくて、はい、取り除いた後も自分らしく生き生き楽しく人生を謳歌できるようなサポートができればと思って、そのように名乗っております。はい、はい、で初めて結構聞いたので、ライフサポーター、そうですよね、うん、ちょっと実は整体師っていう言葉が私苦手で、はい、本来ならば整体師って名乗るべきなのか、でもそうでもないので、ただ痛みを取るだけでもないですし、うん、なんで痛みが起こってるのかっていうこともきちんと説明して、はい、ご自身の体を理解していただいて、自分のために時間もお金も使って健康であり続ける、やっぱ健康がないとお金があっても時間があっても、うん、過ごせないっていうのがあるので、はい、また今まで自分が病院にいた時とか訪問看護をしてる時に、いろんなそういう疑問とか、うん、手術しても治らない、薬飲んでも治らないっていう方って溢れてたので、そういうのよく聞きますよね、はい、それがどうしてかっていうのが今回この、うん、なんだっけ、結合組織リリースっていうんですけども、はい、筋膜を介して内臓とか筋肉、頭蓋骨を含む筋膜を介して痛みの、うん、元へ直接アプローチするとともに、はい、全身の歪みを整えることで痛みの出ない体に導くっていう手技を手に入れたので、はいはい、それを提供しております。はい、でもこっちのこの番組ではそういうのじゃなくて、ちょっといろんな自宅でできる簡単な運動ですとか、なんか疑問ですとか、実はそういった痛みを起こしている原因はどういうことから来てるとか、ちょっとしたそういう、はい、アドバイスですね。あ、じゃあですね、メールとかでもし悩みとか、はい、ここ今痛いんですけどとかいうことを送ってもらったら、はい、それにも答えて返せますけども、実はこの主義自体が、はい、実は問診をすごい重視してまして、はい、もう長い時は90分、だから短くても60分でしっかり問診を取って、はい、その痛みの原因がどっから来てるのかをちゃんと調べてから行うので、うん、それで確実に治していくんですね、はいはいはい、だからこう言っちゃうんですが、巷で行ってるのは痛いところとか痛い周囲に行ってるから、うん、いつまでも治らないし、今日ちょっと良くなったけどもまた痛くなるっていうことを繰り返してるっていうことがどういうことかを伝えていくので、はい、まあ、質問に対して答えはできますけども、まあ、半分答えられればいいかなっていう感じではあります、うん、はい、そして今チラシを見てるんですけど、はい、60秒で痛み消失、そうなんです、要はその場で痛みが消失させることができるんですけども、それを完全に取るってなるとやっぱりちゃんと手術はもちろん行いますよ。60秒で治せたら魔法使いでも、でもないですので、要は実感していただいて、いかに痛いところが原因じゃないかってことを実感していただくってことで、その場で痛みは取り除けます。痛いところが原因ではない、うん、は要は肩こりが痛かったら、はい、肩が痛かったら、うん、ここが原因じゃないんですね。肩が原因じゃない、肩が原因じゃない、
肩が痛かったら、結構私今利用者さん何人か見させていただいてますけども、肩こりの人で肩が原因だった人は一人もいません。皆さん、腰が原因だったとか足首が原因だったとか。足首から来るんですか？そうなんです、実は肩に。肩です。だから肩こりとか首の、後頭部が痛いっていう人は、実は足首のアキレス腱を緩めただけでグッていって治っちゃうんですよ。だからどうして首、足、いや首だよ、足首じゃなくて首だよって皆さん言うんですけど、首でつながってて、この実はこの施術自体が筋膜っていって、よく鶏肉で身と皮の間に透明なラップみたいなのがありますよね。あんな感じのが人間もあるんですよ。で、臓器にも血管にも神経にも、そういった膜が通ってて、それが個体と個体になってるわけじゃなくて、一つのボディースーツみたいになってるんですね。だから腕もこんな風に曲げて動かせるし、体もひねるしってできるんですよ、で、こう言っちゃうんです。今巷で言われてる、よく病院に行った時に、軟骨がすり減ってるから痛いんだよとか、骨と骨が重なってるから痛いんだよって言うんですけども、実は骨にも軟骨にも神経細胞はないんですよ。だから痛みの原因はそれじゃないんですよ。だけども病院って分かると思いますけども、レントゲン撮っても骨しか写りませんよね、内臓系は黒く写ったり白く写ったり、で CTMRI も内臓系しか写りません、筋肉どこに行ったなんですよ。だこういう皮膚とかは、じゃあこれは何ですよね、これ全部筋肉とかももちろん皮膚もですけども、もう骨と内臓しか見てない。要は今までの西洋医学は病気に特化してはいたけども、こういった生活習慣、要は老化ですね、年とともに体はやっぱ衰えていきますので、それに見ていなかった。でも長年そういう西洋医学が蔓延してたので、また結果も残して寿命も伸ばしてたので、皆さん病院に行けば治る、お医者先生に見てもらえば薬を飲めば治るって思ってるけど、それは病気に対してだった、今は違う。だからこんなに慢性的な人が増えてるし、もう毎回病院行ったらもう難民キャンプのように溢れてますよね、で予約して行っても軽く2時間待つとか、で時間もお金も無駄にしている、だからもっと時間とお金を無駄にせず自分に向き合えば、そういったこともなくなってくるので、今までとの違う視点でちゃんと私はサポートしますっていう意味でライフサポーターっていうふうにやってますね。はい、すごい。だから結構目から鱗のことがいっぱいあると思います。私も最初これした時はびっくりしました。だから半信半疑で私も入ってまさかって思って、私も看護師なので、でもやっていくうちに確かにって思って、すごい今まで腑に落ちなかったことやっぱあったんですよ。手術してもリハビリ受けても良くならない人を目の当たりにしてきたので、なんでだろうな、おかしいな、昔はそうじゃなかったのになって、なんか全てこの施術を編んだ、技術を生んだ、実は郷土の藤井先生っていうんですけども、その方がやっぱり理学療法士で、そういう同じような感じでおかしいってなって、東洋医学とか経絡とか海外に勉強しに行って、筋肉が筋膜が原因だったっていうことで、筋肉だけじゃないです、もちろん筋膜って言って結合組織、体のいろんなところについてるこの筋膜を通して緩めることによって、こんなにも簡単に痛みやしびれが取れた。私もしびれが取れた時はびっくりして、もうやっぱ看護師なので、しびれとかやっぱ手術しないと治らないとか、お医者さんがじゃないと治せないと思ってたら、それは病気によるしびれだったら、痛みだったらそうだけども、病気じゃなかった、だからこのチラシにもあるように、座骨神経痛とか脊柱管狭窄症、ヘルニアなどの慢性的な腰痛の痛みやしびれが取れる徒手療法なんですよ。だからみんな、まさか手術しないと治らないって言われたのにっていう人を私は治しています。もちろん問診してちゃんと体を触ってみないと、本当に筋肉で治せる範囲なのかっていうのが一人一人やっぱ違いますので、同じ体の人もいませんし、同じ病気だからって同じ原因とも限りませんので、それはちゃんと問診を取った上で、この人の原因をしっかり見つけるっていう意味で、問診を60から90分取って、それから始めていくので、確実に皆さん卒業します。だからダラ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 いつまでも通っていくってことはないんですね。じゃあヘルニアで悩んでる人がいるんですけど、これってちなみにどれぐらいで一番早い人ってあ、これはだからやっぱ問診してその人の体を見てみないことにはわからないので、一概にこれだけってもやっぱ言えないんですよ。人によっては軽い人は本当にもう3回ぐらい来たら治ったり、でひどい人は10回とか。だからといって永遠にずっと何ヶ月も何年もないんですね、でもひどくても10回程度なんですね。いや、ひどくてもそうですね、年齢にもよりますけども、またヘルニアの状況も場所もまた変わってきますので、一概にこの回数で
何回できるかさすがに断言はできませんが、個人差はありますが、でもずっと通わなきゃいけないとか、今までのこういう医療のようにずっと通ってくださいねっていうものではないんですね。だからチラシにも一応書いてますけども、卒業するっていう目標設定を行ってやるので、だからやっぱモチベーションも持ちますし、また一体いつまでかかるんだろうとか、どんだけ通ったらこの痛みが取れるんだろうじゃないんですよ。その場でだから痛みを取ってこうすれば治るんですよ、だから原因はこう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 で今の痛みが来てるんですよっていうふうに伝えていくので、納得もして自分でも取り組めるしっていうことで二人三脚で改善していくっていう感じです。だから私は手しか使わないので、かといってだからといってバキバキボキボキ痛いのかといったら全くそうではなくて、緩めるといっても強制的に緩めたりするんじゃなくて、まあ極端に言えば肩を叩いてもうそんなに頑張らなくてもいいんだよって言って緩めて、自動的に緩めていく、自動的っていうか何ですか、間接的に緩めていく。だからほとんどの方が寝ます、気持ちよくて、自分のいびきで起きたり、寝てました私っていう感じで、あいいです寝ててもその方がリラックスしてて効果も絶大に出るのでっていうことで行ってます。あすごい、あもうコメントがねいっぱい入ってるんですけど、はい、まず南の島のフリムーンさん、はい、自分は2ヶ月に1回のペースで腰に、はい、激痛が1週間きますね、はい、もうこれだから場所が違うんですよね、治療している場所が、だからそれをちゃんと原因のところをやれば激痛なんてすぐ取れます。はい、ぜひあのプリムーンさん、はい、石川さんぜひ、なんて検索したら出てくるとかありますか？これですね、実はこのチラシにも書いてますが、Eパーク体リフレの中に痛み解放院グランツって、はい、あのちゃんとホームページもありますので、そちらにまた詳しくも書いてますし、はい、いろんな、なんだろう、コースみたい、コースっていうのな、あの予約できるような、はい、それが入ってますので、そちらからも予約できます。はい、はい、痛みあのE パーク体リフレですね、はいはい、そちらの方であの那覇市で検索すれば出てきますので、はい、Eパークさんはあのビューティーとかあのグルメとかいろいろあるので、必ずEパーク体リフレで検索していただければ出ますので、はいはいはい、そしてききまるさん、はい、耳鳴りが止まらないので、はい、耳鼻科に通っています、はい、一度脳の MR 検査をしてもらえというので、はい、見てきたのですが、はい、脳には異常なし、はい、6時間と7000円を返せって気分です脳腫瘍とか出血がないと分かったのは嬉しかったけど、はいはい、そうなんですよ、実はもう内臓しか見てないので脳しか見てないので異常ないんですよ。だから実は一つあのこれで断言できるのが、今病院、今世の中って心療内科が増えたと思いませんか？はいはいはい、要は病院では見切れないからそういうとこが増えてるんですよ。病院では異常なし、だけども私は痛いんです、しびれが止まらないんですって言ったら、もう病院側もお手上げなので、うん、じゃあちょっと年齢的なものじゃないか、精神的なストレスからじゃないかってなると行き場がなくなりますよね、うん、そのために心療内科が恐ろしく増えてるんですね、うん、でも本当にもちろん心療内科の必要な人ももちろんいますよ、うん、同じ人間は一人もいませんので、うん、だけどもほとんどの方がやっぱそういうふうに病院ではもう対処できない、限界が来ている。だから私が今この今回痛み解放にグランツをあの行った、開業したのきっかけもこの技術を生んだ藤井先生が、あのやった一応会社なんですけども、その会社のミッションビジョンがありまして、西洋医学が見逃した領域を真摯に示し、その有効性を世に問うということで私は行っています、うん、はい、だから正しい知識、この膨大な情報に振り回されることなく、自分に合った選択、正しい選択をして自分のために有意義な人生を送れるように、時間もお金も大切に使っていただきたいということで、私はこの度開業をして最短でその方向に持っていくということをしているので、うん、今までのようなダラ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 いつまでも通うとかは全くありません。必ず卒業するっていう目標設定を行っていきますが、私一人では治せるようなことではないので、魔法使いでもないですので、はい、その辺をちょっと伝えできればと思っております。はい、じゃあ最後もう時間がね、あそうですね、はい、はい、なくなってしまいましたので、一応この番組ではまあちょっとあの耳寄りな皆さんのもし、はい、コメントがあればそれに対してお答えもでき、まあ 100% はさすがに厳しいかもしれませんけども、うん、生活でいろいろ自分でも予防できたり、あのコントロールとかいろんなできることをお伝えできればと思っておりますので、はい、お楽しみに、はいはい、ということでこの番組は月曜日、はい、月曜日の、あ、土曜日の、11時30分から15分、はい、45分まで、そして月曜日の、はい、
10時15分から10時30分までということで、はい、短い時間ですけども、はい、あまりいっぱいね頭に詰め込んでもわからないので、はい、行っていきたいと思いますので、皆さんどうぞどしどし、はい、あの質問等あればお力になります。はい、はい、それでは石川千秋さんがまた来週からやりますので、月曜日また聞いてください、はい、さようなら、はい、はい、よろしくお願いします。で今、はい、喋ったらこのツイキャスの人には聞こえます。あ、そうなんですね。あ、じゃあそうですね。この2ヶ月に1回のペースで。